青早から桂沙耶です。 AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています。5時40分です。金曜演芸門、このコーナーは ABC アナウンサーであり社会人落語家でもある私桂沙耶が落語や講談、浪曲、文楽、漫才などなど演芸に関するこぼれ話をお届けするコーナーです。さあ笑いましょう。さあ笑うぞ。今日は胴切りっていう落語のネタご紹介いたしますね。胴切り、まあ、これまでにも犬の目とか首の鹿絵とか、このなんかちょっと SF っぽい、よくわからない、普通ではありえないようなネタっていうのをご紹介してきましたけれども、こちらもこの胴切りというネタもなかなかのもんでございます。江戸時代、お侍さんは大小の刀を腰に刺して市中を歩いておりました。刀の切れ具合、これを人で試す試し切りというやつが昔は実際にあったんやそうでございます。試し切られる方は災難。一人のお侍、荒みの一刀を手に入れまして、一度試し切りがしてみたい。夜が更けてから人通りの少ないところに身を潜めておりました。そこへやってまいりましたのが、至って能天気でのんきな男でございます。風呂帰りと見えまして、濡れ手拭いをブラブラ。お侍は音も立てず、さあと後ろへ回りますというと、いやいや、居抜きというやつでございます。刀が技物、腕が冴えたもんと見えまして、大きな声もろとも人間の体がズバッと真っ二つになったわけでございます。胴の方は切られたはずみに、横手の天水桶の上にちょこん。おい、何すんねん。人の体を後ろからビャーッと放り上げるってのは、そんな乱暴なことしたらどんななんぞ、こら侍。後ろからそっと寄ってきて、いきなり人の体放り投げるってのは、もうびっくりするで、こら無礼なことすな。なんぼ侍じゃとても、ほんまに、おい侍。はぁ、まあ、どうなるんで。ん、お、あかん、足あれへんがな。あらま、放り上げよったんとちゃうがな。胴切りに会うたんや。これ、切られてんねや。足あれへんや。え、何をすんねん、おい。足どこにおんねん、この暗闇やさが。あ、あんなとこにつ、足立ってけつかるな。こら、足。何してんねん、ぼーっと立ち上がって。こんなえらい目に会うてんねやないかいな。相手あの侍やっちゅうこと分かったあるやろ。追いかけていて、向こうずれの一つも蹴り上げるとかやで。足かけてボテッとこがして、上からニュ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 ッと顔踏むとかな。なんとかしたれ。あ、そうか、前が上に乗ってな、どっち向いて走っていや分からんのんか。あ、ちょっと待って、バタバタすんな、うろうろしたらいかん。とりあえずこっちおいで。あ、声聞こえてんのか。こっちおいで、こっちおいで。ああ、よし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 、そこへじっとしてな。うん、ああ、えらいことなってしもたな。足と胴とがバラバラになってしもた。もうどんならんな。おお、きれいなお星さんでとんな。星月夜とはこのこっちゃ。満天のお星さんやね。ちゃうわ、こんなこと言うてる場合あれへんが。どないして帰ろ。足の上にパッと乗ったらええねんけどな。まあええわい、待ってたらそのうちに誰と通るのに違いないわい。そいつに連れていんでもらおう。まあのんきな男でごじゃごじゃ言いながら待っとりますと、通りがかったのは友達のマタハン。誰やあれ。あ、マタハンや、ちょうどええわ、マタハンに連れて帰ってもらおう。マタハン、真っ暗がりの中でわいを呼ぶんは誰や。誰ぞ、いてんねやったら出てきて。またはん、平然偉そうなこと言うといて、えらい怖がりやねんな。またはん、なんじゃい、竹か。もうなんちゅう声出すね、ほんまに。ん、何してんねんお前。
家でも行儀を座ったことのないお前が暗闇の中で用水桶の上行儀を座ってお茶でもいただくような格好して何してんねん。何いちびってんねんお前。なんじゃ、足あれ、足あれへんが、足どないしたんや。お前の横手に立ってる。うわなんやこれ。どないなってんねや。試し切りにあって胴と足がバラバラになってしまったので家に連れて帰ってほしいと頼むと、またはん胴の方をおぶってやります。足の方は勝手に歩きますが方向がわからないようなのでふんどしの結び目を持って支えになってやります。えらいけったいな格好やで、胴体背中に背太郎て足手で持って歩くやなんて。家に送り届け奥さんにも事情を話します。そして翌日、おさきさん、おはようさん。いやあいつの体医者に見せんならんのんコロッと忘れてて、起き抜けに来てみたんやが、どうや、苦しんでるか。ちょっとも、何の苦しみもおまへんの。それぞれがまことに達者にしてまんねやわ。最前もあんまりやかましい坂にそーっと覗いてみたら、いやいやおまへんかいな、またはん。うちの人が大きな声で歌歌いましたろ。足が合わして踊りまんの。そらおもろいな。おい竹。ああまたはん、ゆんべはえらいすんまへんでした。なんじゃ、それぞれが達者にしてるんやて。体が大丈夫なら仕事や、遊んでるわけにはいかんやろ。けどさすがに大工は無理や。どや、一つ風呂屋の番台へ座ってみいんか。友達というのはありがたいもんでございますね。胴には風呂屋の番台の仕事、足にはおふ屋さん、ふ、あのお味噌汁とかに入れるおふ、このおふ屋さんでふを踏む仕事をやらへんかと紹介してくれます。双方に話をするとぜひうちにというわけで、胴は風呂屋の番台へ、足はふを踏む職人になったある日のことでございます。だけやってるか。またはん、ほんまええとこ紹介してもろた、ありがたいことで。じっとしてたらえ、うろうろせんでもこの番台で仕事もご飯食べるのも寝るのも全部済むんですわ。こんなことならなんでもっと早いこと胴切りに合わなんだんかと思て、災い転じて福となすという。そら結構結構気張ってやってもらいたい。そらそうと、またはん、弟のとこへ行かはることおまへんかいな。え、弟、お前と仲良い付き合いやけど弟なんか知らんで。弟おったんかいな。いや、あんたの世話で風屋へ行ってるあの弟ね。え、あの足かいな。あれ、お前の弟、たった一人の血肉を分けた弟です。まあ、確かに血肉分けてるな。せやけどなんで弟や。お前が上で足が下か。あ、なるほど、理屈はおたるだ。いや、向こうも心配やさかい、いっぺん行ってみようとは思ってるねん。えらいすんまへん、ちょっとことづけ願いたいね。なれん仕事でっしゃろ。湯気で目がかすみますねん。三里に焼いと据えてもろとくれと言うてもらえまへんやろか。なるほど、足に焼いと据えたいけど、お前がなんぼ頑張っても足向こうやさかい、向こうまで据えに行くわけにいかん。ああ、これはおもろいな。よっしゃ、言うてきたろ。こんにちは。どうです、足ちゃんとやってますか。職人世話しとくんなったな。よう働いてくれてますせ。よそ見はせん、無駄話はせん、ご飯も食べずに朝から晩まで働き通しですわ。あんなん他に5、6組おまへんか。アホなこと言いないな。ちょっと話がおまんのんで邪魔させてもらいますせ。アシやってるか。またはんでっか。起こしやす。お前なんじゃい、物言えるようになったんかい。おかげさんでおどといあたりからぼちぼち物が言えるように。どこで喋ってんねんな。え、ああなるほど、せやろな、そこしかないわな。道理でなんや、このあたりがふわふわ臭いと。いやいや、実はお前の兄貴からのことづけやけどな、目がかすむんで三里に焼いと据えてくれとこない言うとったで。へえ、焼いと、わかりました。またはんですんまへんけど、また兄貴んとこ行かはることおまっしゃろか。ああ帰りによるとは言うたるねんけど。なんやね。あのお水やお茶ガブガブ飲まんように言うとくな。あれ、おしっこがちこうてしょうがおまへんねん。
胴切りというね、まあ胴と足がバラバラになって、お仕事をするというそんなお話でございますが、まあ中之島、恵比市があります。この中之島のあたりというのは昔は大名家の蔵屋敷がたくさんあったんだそうです。で、侍がねこのあたりをうろうろしてて、このネタの主人公のようにこの中之島のあたりで結構試し切りが、辻切りがよくあったんやそうです。で、侍の権威に逆らえないこの庶民の悲惨さ、無念さっていうのがこんな風に笑いに変わるっていうね、そこがこう落語のええとこやなと思うんですけど、なんかこう悲しみとかに暮れてるわけではなくて、何かに怒りっていうのをぶつけるわけではなくて、これを笑いに昇華させたっていう、なんかこう人間の庶民のたくましいなって感じさせてくれるネタでございます。ここいらでお時間となりました。本日は胴切りの一席ご紹介いたしました。